じゃあ植松さんはその、あのファンの方がすごい思われてて、その首にその手の跡がついてたみたいなことが、今隼人さんが言ってたっていうのは、そういうことがあったってことなんですか？そう、実際ありましたね。その夢の中で、そのストーカーの方に首を絞められた夢を見て、で、朝、その苦しくて起きたら、はい。首に跡ついてましたね。それはもう、その人とその時の植松さんの関係ってどんな感じなんですか？関係性です実際のか？関係っていうのは。かなり、僕がもう本当に突っぱねてる状況で。あ、もうじゃあちょっと、本当にもうやばいとはもう認識してるってことなんですか？じゃあそうです顔ね。も知っててみたいなことなんもですちか？ろんです、もちろん。で、向こうは僕が突っぱねてるの分かってるんで、かなり激上してた感じですなるほど。ね。でもなんかそう考えると、なんかもう、なんかその、五寸釘でなんちゃらとかっていうのは、本当に効くんすかね？なんか効くって思っちゃいますよね。なんかそういう恨みって。でも効くと思いますね。それはなんかやっぱりやり方によるんですかね。なんかその、向かわせ、生き霊の飛ばし方じゃないけど。でもその、そうですね、飛ばし方だと思いますね。要は、例えばですけど、その作法を、手順をしっかりやったら効くっていうよりは、多分作法って自分の気持ちを高める作法だと思うんですよね。始めるぞってなった時と、実際に始めた時に、その人への恨みつらみみたいなのが増幅するような手順を踏むっていうのが多分作法だと思うんですよ。なんで、正しいやり方をすると、実際に五寸釘で藁人形を打ちつける時の相手への恨みが何十倍にも膨れ上がってるんだと思うんですよね。その結果、なるほど。実際問題、聞く人が多いんじゃないかなというふうに思います。じゃあもうそのやり方っていうよりも、やっぱ本当に気持ちの持ってき方みたいなことなんですかね。じゃないですかねって僕は思いますけどね。その時の植松さんのその相手の方は、まあ別に、まあ本当にやり方を聞いたわけじゃないと思うんですけど、それってでもどういうことだったんだろうなって言ったり思ったりします？なんか。多分そういう五寸釘で何かやるとか、その呪いをかけるとか、そういった感じではなく、単純に思いが強すぎただけの結果だと思うんですよ。それからその人とは会ったんですか？それ以来。それ以来会ってはいないですね。その後に僕はまあ、霊能者の方にちょっとお祓いをしてもらったんですけど、で、お祓いして取ってもらったんですけど、またここに手形がついてたっていうことがあって、まあ、それでも、生き霊ってなかなかね、隼人さん、取れにくいんですか？取りにくいっていうか、相手が生きてるんで、取りようがないんですよね。取ったところでまた来るってことですね。ということなんですよ。だからなんか、いや、その思いが強い側の人は、植松さんにそんだけのことを与えられてるのが分かってんすかね？分かってると思いますね。めっちゃ怖くないです分か？かってたら怖いよね。めっちゃ怖い。だってもう、なんか私もやっちゃってるから、もっとやっちゃおうなに、なんかできちゃうじゃないですか。てか、分かってて、それが何かしらの手応えがあったことに喜びを感じるんだと思うんですよね。手形が残ったとか、そういうことに喜びを感じるんじゃないかなっていうふうには思います。まあそうですね、実際にあれ私の話ですよねって、遠回しに、人づてに聞いたんで。じゃあそれを植松さんが別のところでちょっと怪談みたいに話したとして、そうなんです、話したんですよ。で、それを聞いて、あれ私の、それめっちゃ怖いですね。そうなんです、私のことなんですよね。ってことは、その私のことなんですよね、嬉しいってなってって、また飛んでくるとか、だったんじゃないですかね。ってことはもう私のやり方間違ってないんだみたいなことじゃないですか、いわゆる。もっとやろうって思ってたかもしれないですし。それってもう、行くとこまで行けば、もう殺すこともできるんですかね、それって。どうなんすかね、そこまでの感じは今なくて。
なんか不思議と怖いんですけど、そこまでの、なんていうんですかね、命の危険性っていうのは感じないんですよ。ああ、なるほど。うん、だからこうやって、あの、大っぴらに話せてるんですよ。なんかまあ、死霊と生き霊の違いって多分そこだと思ってて、うん、生き霊って威力は強いと思うんですよ。その、跡がついたりとか、しんどい目にあったりとかっていうのはあると思うんですけど、うん、死なれちゃうと離れ離れになるってことなんですよね。うん、だからどっちかっていうと自分のことを認識していてほしいっていうサインなんですよ。その人は振り向いてくれないから自分のことを認識しててほしいっていうサインで痕跡を残したりっていうのが、まあ、あまりにも強い気霊ってことかなと思うんですけど、死霊の場合は自分の方に来てほしいっていうのがあるので、最悪持ってかれて死んじゃってもおかしくないっていうことが考えられるので、うん、そんなに死ぬようなところまで行くことはないかもしん、ほとんどないんですけど、うん、死ぬっていう結末になりやすいのは死霊かもしれないですね。それはでも死霊と、すみません、死霊と生き霊の違いをちょっと、もうあの どういうそのち違いなんですか。なんか死霊、死霊が亡くなってる人で、生き霊は生きてる人からの念みたいなことですね。あ、まあだから、はい、あ、なるほどね。生き霊は、あ、そういうことか、生きてる人からの。そうなんです。例えば上松さんのストーカーの人が上松さんをその生き霊で殺してしまった場合、うん、もう上松さんに会えないっていうふうになるので、うん、ってことは死んでほしくはないわけなんですよ。じゃあ死なない程度に驚かすだったりとか、こっちを興味見てもらうようなことをするっていうこと。そうかなっていうぐらいのことですかね。もう、タチ悪いですね。タチ悪いですね。でもあのいいことというか、シャンプーが詰め替えられてるんですよ。まあ、今は自分で詰め替えてるんですけど、はい、去年の11月ぐらいからシャンプーが空になったんで、ちょっと詰め替えをね買ってきて、で夜詰め替えようと思ったらもう満帆になってて、お、詰め替えられてるっていうのが3回あったんですよ。それ普通に植松さん家の天井裏に住んでるとかじゃないんですか？そう、ありえますよね。天井裏に住んでるか、はいはい、実際に、まあ、僕のマンション1階なんで忍び込んでるか、あ、それともその霊障なのかわかんないんですよ、うん、霊障で詰め替えるってことはありえんのかどうかもわかんないですけど、霊障住んでますよ。まあ、実際に忍び込んでるのが濃厚ですよね。そうですよね。うん、それどっか空いてるとかってあるんですか？なんか、いや、うち相手はいないんですけど、あ、うん、まあ、何らかのことを喋れば管理人さんがね鍵開けてくれたりするらしいじゃないですか。なるほど。そのね、彼女ですとか奥さんですとか、なるほど、うん、忍び込んでたら怖いですね。でももう本当にコロナになってからはなくなりましたね。そのシャンプーの感じは、入ってるシャンプーと違うシャンプーなんですか？同じなんですよ。同じシャンプーだし、なんならその、なんていうんですか、詰め替えたゴミですか、はい、ゴミはどこにも捨ててないんですよ。ああ、なるほど。ゴミもない。なぜかシャンプー、まあ、そのリンスインシャンプーなんで、シャンプーだけで僕の詰め替えは済む。はい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 。うん、これだけ詰め替え、毎回詰め替えられてるのに、ゴミもないし、忍び込んだ形跡も見当たらないんですよ。でも、それこそ、なんかもうスーパーぐらいから張り込んでなきゃ銘柄とかまで分からなくないですか？見ても。そうなんですよ。まあ一回入ったんじゃない？ただ。でも、あ、そっか、ボトルが忘れだから。そう。うんうん。怖い。でこの間のね、その裏路地でお話しさせて、出演させてもらってお話しさせてもらったんですけども、はい、その方の名前のあの写真フォルダーが勝手に iPad に作られてたんですよ、ポンと。そうね、見ていただいたんですけど、はい、僕の iPad って名義が母親のものなんですね、はい、母親がのものを借りてるんですけど、はい、だからね、その遠隔でパスワードとかなんかうまく入り込んでこの iPad に入れることはないんですよ、僕のものではないので、はいはいはい、なのに勝手にそのストーカーの人の名前で写真フォルダができてたんですよ。これ意味わかんないんですよ。その中には何も入ってないんですか、フォルダ？何も入ってないんです。すごい。
これも霊障の一部なのか、生き霊による。そこはですよ。何なんですかね。確かにね。ええー、怖い怖ね。い。それ芸能は人っ結て大構、変ですね。それは怖いです。僕、人生で今もう15回ぐらい、16回ぐらい引っ越ししてるんですけど、そのうちの4回がそのストーカーの被害による引っ越しなので、また今回もちょっと引っ越さなきゃいけなくなるかもしれないですね、これ以上続いたら。めっちゃきついっすそね。れ怖いっすね。そうなんですいや、よ。僕、アミちゃんも怖いっしょって、やっぱ女の子怖いっしょ。めっちゃ怖いです。ちょっと今、ペットボトル持ってなかったこと後悔してます。飲みたいお水を。めっちゃ怖くて、息が上がっちゃう。